京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対広島東洋カープの1回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。まあ、そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい。さあ、先制のランナーを一塁に背負います。バッターは菊池。ここはエンドランも考えられますよね。さあ、仕掛けてくるでしょうか。また牽制、セーフ。送ります。ピッチャーが取る。一塁送球、タイガースピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには3番長野。タイガース連打でランナーを増やしています。引っ張った、あっと強い当たり、弾いた。ボールを拾ってアウト、ワンアウトです。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。さあ、この場面で打席には4番の鈴木が入っています。できれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね。次が3球目。危ない球です。体に近いところ。ここはバッターが打ってくるタイプかどうかの見極めが大事ですね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。このピンチ、見逃しで三振を奪いました。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト。ここで先制点を与えるわけにはいきません。三振でツーアウトです。ここは絶対気を抜けない場面ですからね。いい形でアウトが取れましたね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。その警戒すべき松山がバッターボックスです。打ちました、取った。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。守ります。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の大瀬良。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。キース打席に入ります。昨日のゲームでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。さあ、カープはエースが登板ということになります。さあ、そのエースをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。ファウルになります。外れていきます。ここもファウルです。先制ホームランです、タイガース。これで3試合連続のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。ここ一番の集中力が光ります。今のバッティングご覧いただきましょう。いや、本当にうまく反応しましたよね。このゲームホームランで幕を開けました。バッターは2番に入っている新庄。タイガース見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね。ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。初球ボール、低め、これは決まった。伸びていく、どうだ、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。
真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース2対0になりました。見事な一発が飛び出しました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。見事ですよね。初回から確実に攻めていきます。バッターは3番のバース。昨日のゲームではなんとホームラン4本を含む6安打の大活躍でした。いや、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。タイガースさらに得点を上げ引き離しています。初球打ち、ライトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打、ノーアウトランナー二塁です。4番バッター掛布。タイガースこの回2点を入れています。さあ先制に成功、なおもその点差を広げていこうかというところです。やはり先ほどの勝ち越しホームランですよね。あれが効きましたね。はい、そうですよね。この勢いでどんどん打ちました。セカンド取った、一塁を送ります。アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。ランナー進みましたから、とりあえず最低限の仕事はしましたよね。まあそして勝負強いバッターに回りましたから、どう攻めていくのかバッティングに注目ですよね。このチャンスに期待がかかる石峰、打席に入っています。初球打ち、弾き返した打球はレフトへ。さあバックホームするか。サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。3対0、タイガース3点リードとなりました。今のバッティングご覧いただきましょう。まあここはきっちりと決めてきましたね。犠牲フライでサードランナーがホームイン、1点を追加しています。さあバッターはオマリー。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。打ちました。セカンド取る、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランが飛び出しました。2回裏に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは真由美。昨日はなんとホームランを含む6安打の大活躍でした。いや、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。タイガースリードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。そうですね。先頭バッターの出塁は嫌なものですから、まずは塁に出たいですよね。そうですね。打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。レフトバックする、入った入った、ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。追い込まれてからの変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース4対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。その際4点、大きくリードを取りました。どうかなと思ったんですが、ギリギリスタンドまで持っていきました。まあでもよく伸びましたよね。リードを広げたこの序盤戦、確実に点を重ねていきます。バッターボックスは8番糸原。昨日のゲームでは無安打に終わっています。タイガースホームランで得点を挙げています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。インサイド落ちました。これはどうだ、ショート取った、アウト、ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の西が打席に入ります。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。痛烈、これはどうか、ヒットになった。これが今シーズンの初ヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッターキース、先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。
チームにとっても貴重な一発でしたよね、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットで引っ張った、これはどうだ、一二塁間を破る、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には新庄入ります。さあ追加点のチャンスです。まだ序盤ですしリードは大きいに越したことはないですから、ここもしっかり得点しておきたいですよね。うん、なるほど、そうですよね。打ちました、菊池二塁そのまま入ってフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。さあ一塁にランナーを許しています。バッターボックスには長野、そして一塁ランナーは菊池。ここは盗塁もありえますね。どう動いてくるでしょうか。一塁はセーフ、打ちました、センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。ここはセンターが抑えています。2アウトです。バッターボックスは4番鈴木、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。インコース詰まりました、キース抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回3番バッターバース、まあ前の打席はストレート打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。打ちました、菊池アウト、ワンアウト。バッターボックス掛布、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球は際どいところに来ました、ストライクです。打ちました、セカンドが取る、アウト、2アウト。バッターボックスには5番石峰、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。外野フライもいざとなると簡単ではないですからね、よく決めてくれましたよね。そう、打った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン、追加点が入りました、タイガース5対1。さすがクリーンナップという一発でした。その差4点、大きくリードを取りました。今のバッティングご覧いただきましょう。見事ですよね。この前半戦で試合を決めにかかっています。打席には6番バッターオマリー、タイガースホームランで得点を挙げています。インコース詰まりました、この打球はフライになっています。ファーストが構えます、取って3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点。打順は6番相澤、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります、ファウルになります。これが4球目、いいコースだったんですけどね。膝元変化球がわずかに、見逃し三振、外野フライでも1点のケースだった。初球は何から入ってくるか、初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか、センター掴んで2アウト。バッターボックスは8番田中、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。2球目打ちました、新庄掴んで3アウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。赤星さん、今日はエース対策がズバリハマったと言っていいんじゃないでしょうか。そうですね、序盤でエースを攻略できたというのは非常に大きいですよね。そうですね、そのあたり作戦がズバリ当たりました。切れていきます、ファウル。3球目は何で来るか、打ちました、高く上がった、さあどうだ、左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。
初球ボール球です。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。さあバッターボックスには先発の西が入っています。まあ、ここは白星もかかってますし当然行くでしょうね。そうですね。引っ張った、バックホームする、これでマルチヒット、ランナー三塁一塁となりました。引っ張った、これはどうか、一二塁間を破る、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット、6対1になりました。タイガースなおも二塁一塁のチャンスです。バッターボックスは2番新庄。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにして打った、左中間に強い打球、この当たりはどうか、フェンス直撃、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、7対1、タイガースなおも三塁二塁のチャンスです。打ちました、痛烈な打球、切れました、ファールボール。甘い球でしたよね、失投でしょうね。そうですね、高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、追加点が入りました。タイガース9対1、タイガースちょっと一方的になってきました。ここは当然という交代でしょうか。カープピッチャーを変えます。4番を迎える場面でコールされたのはアドゥア。さあマウンドを任されたのはアドゥア、今シーズン4試合目の登板です。さあ赤星さん、この場面で出てきましたね。まあバッターとしては嫌でしょうけど、しっかりボールを見極めていきたいですね。そうですね、流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。ドカーン、これは行くでしょうね。打った瞬間確信、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これで4試合連続のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ、追加点が入りました。タイガース11対1、鮮やかなホームランを見せてくれました。5番バッター石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね。はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね、タイガースホームランで得点を挙げています。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。さあまず1球目、アウトコースファウル、インコース、これは外れます。高め空振り、ワンボールツーストライク、打ちました、いい当たりだ、右中間に強い打球、ライトセンター入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース13対1、ここ一番の集中力が光ります。打席には7番バッター真由美、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうです。初球打ち、これは大きい、伸びていく、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打、これが1球目、外低めに変化球が決まります。ストライクを先行させていきます。追い込みました、いい当たり、これはどうだ、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。14対1、タイガー、カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の今村。さあ打席には先発の西が入ります。勝ち星もかかってますから当然続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。際どかったですよね。はい、変化球わずかに外れてボール、アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。相澤が掴んで2アウト、
打順はトップに帰ってヒース。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。2球目打ちました。右中間に大きな打球、ライト、センター、フェンスを越えた。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中にすっと入ってきた変化球、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。見事な一発が飛び出しました。バッターボックス新庄、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも重い初球打ち、これは大きい、伸びていく、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁。打った、これは入るでしょうね。センター入った、ホームラン、ツーランホームラン。これで6試合連続のホームラン。初球でした。見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。追加点が入りました。タイガース、鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターは4番掛布、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。一発打ってリードもしてますんで、余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。バッターボックスは3番長野、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。はい、そうですね。フォアボールのランナーが出ています。外へのカーブ外れました。この高めは外れます。フルカウントです。次が6球目、見逃して三振になります。3アウトチェンジ、ランナー出ましたがカープ得点には。これから5回の裏タイガースの攻撃、バッターボックスは5番石峰、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いや、当たってますね。この調子だと猛打賞もいくでしょうね。さあここも打っていけるか。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで5回の攻撃に入りました。赤星さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。そうですね、ここで追加点が取れると相手は打ちました、いい当たりだ、ライトが追いかける、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。鮮やかなホームランを見せてくれました。打順は7番真由美、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せています。タイガースホームランで得点を挙げています。外を狙っていきました。改めてお聞きします、この真由美、どういったタイプのバッターでしょうか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。ああ、そうですか。三遊間、西川抑えて一塁アウト。8番バッター糸原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。ワンアウトランナーありません。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球打ち、これはどうか、センターに抜ける、ホームに送球する、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー三塁一塁。まずはボールから入りました。ファウルになります。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になっています。打順は2番新庄、
先ほどは見事なツーベースでしたよね、ここも思い切っていってほしいですよね、初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ、レフトが取りました、ツーアウトです。バッターボックス、バース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね、はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね、そうですね、ツーアウトになっています。これが3球目、打った高く上がった、これはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、ホームに送球する、ファーストランナーもホームイン、タイガースが突き放します、フェンス直撃のタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。打席には5番バッター掛布、ちょっとタイミングはずれました、打ちました、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバー、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します、左中間へのタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。カープピッチャーが変わります、マウンドに上がるのは4番手のジョンソン、さあマウンドに上がったのはジョンソン、今シーズン4試合目の登板です。初球ボール球です、打ちました、田中、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、得点圏に2人ランナーを背負って、最後は遅い変化球、見逃し三振を奪います。先制のピンチをしのぎます。得点圏に2人ランナーを背負いましたが、ここは内野ゴロに打ち取ります。ピンチをしのぎます。裏の攻撃、この回の先頭バッターキース、出鼻をくじく一発、タイガース一振りで先制。さらに続きます、2番バッター新庄、3球目しっかりと捉えました、タイガース1点を追加します。続く攻撃、ワンアウトで3塁にランナーを置いて、5番バッター石峰、きっちり犠牲フライ、タイガース1点を追加します。バッターボックス松山、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。フォアボールのランナーが出ています。キレがありますね、確かにキレがいいように感じますね。引っ張った、これはどうだ、一二塁間を破る、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには6番相澤、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね、ランナー二塁一塁、しかもノーアウトです。タイガースピッチャーが変わります。タイガースベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、ここで降板です。まずはストライク、低め、絶妙のコースに決めてきます。ここはあっという間に追い込んでいます。これもファウル、このピンチは空振り三振、ワンアウトランナー二塁一塁と変わります。バッターボックスには7番ピレラ、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトランナー一塁二塁です。引っ張った、打球はレフトへ、ここはフライになっています。石峰掴んでツーアウト。バッターボックスには代打の阿部、
小宮山さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。あのコースはなかなか打てませんからね。はい、低めにストレートが決まっています。打ちました。高く上がりました。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが落下点に入ります。キース抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。このオマリー、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、何より彼の場合はホームランが出ているというところで好調さが分かりますよね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。7番バッター真由美、タイガースホームランで得点を挙げています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。いい当たり、これは大きい、伸びていく、どうだ、フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで7試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。バッターボックスは8番糸原。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよ。打ちました。高いバウンド、ピッチャーゴロ、一塁送球アウト、ワンアウトです。さあバッターは藤川、そのまま打席に入ります。ベンチとしてはまだピッチャーを変えたくないようですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球打ち、この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。打順は1番に帰ります。バッターキース、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。2アウトになっています。さあ3球目は何か。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。カープ7回の裏、タイガースの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号21、中崎がマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。赤星さん、チームとしては7回まででエースを攻略できたということは大きいんじゃないですか。いやもちろんそうですね。まあ各バッターも自信が持てますし、いいイメージで次に臨めますからね。ジャストミート、レフト下がっていく、下がっていく、レフト見送った、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターは3番バース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。これが初球、しっかり捉えた、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか、これはセンターの頭上を越えていきました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。バッターは5番石峰、今日はホームランを放っています。ヒットで打った、左中間に大きな打球、さあどうだ、真ん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。6番バッターオマリー、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。打った、これもいったか、下がっていく、下がっ、届いた、ツーランホームランが出ました。なんと4打席連続のホームラン。初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました、タイガース。ここ一番の集中力が光ります。
バッターボックスは7番真由美。先ほどは見事なツーベースでしたよね、ここも思い切っていってほしいですよね、期待しましょう。タイガース切りました、ファールボールです。打ちました、これは浅いフライ。ここは打ち上げています。2球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックス糸原、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。タイガースこの回7人目のバッターになります。危ない球です。次が3球目、打ちました、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで3安打猛打賞、2アウトランナー2塁。さあバッターは藤川、そのままバッターボックスに入ります。どうでしょう、代打でもいいと思いますけどね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。バッターボックスには代打の亀山。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。際どいコース見送っています。次が2球目、インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは中村。さあマウンドを任されたのは中村。今シーズン初登板です。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。三塁へ送球する。これで3連打、ツーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには2番新庄。先ほどの打席でソロホーム走ってきた。キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。しかし打席には5番バッター松山。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。いやタイミングは全く合ってなかったですね、インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった、三塁へ送球。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは6番相澤。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ヒットでランナーは空振り、ここは空振りでアウトを取りました。これで2アウト。バッターボックスピレラ、今日はまだ当たりがありません。いやアウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。2アウトランナー1塁2塁です。キレがありますよね。アウトローの変化球、キレがあります。空振り、ここはランナーを変えさせません。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。8回の裏に入りました。タイガースの攻撃、バッターは2番新庄。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。タイガース一塁牽制球セーフ。さあ初球は何か、初球大きく外れています。2球目打ちました、ヒットになった。これで7試合連続安打、ノーアウトランナー二塁一塁。打順は4番掛布。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ランナー二塁一塁、しかもノーアウトです。ここでタイガースダイソーを送ります。糸井がファーストランナーに入ります。初球は何で来るか。初球打ち、ライトセンター追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った、ホームラン。
スリーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース、頼れる4番の一振りでした。打順は5番石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。いい当たり、これは大きい、伸びていく、左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで4連打、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスオマリー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、初球打ち、弾き返した打球はセンターへ、センター掴んでワンアウト。バッターは7番真由美、今日はホームランを放っています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ、センターが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには代打の八木。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。まず何を投げてくるか。打った、センターに強い打球、この当たりはどうか、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガーススリーランホームランで追加点を挙げています。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。これで7連勝です。赤星さん、今日はよく戦ったと言ってもいいんじゃないですかね。まあそうですよね、相手エースを打ち崩しての勝利ですからね。これは価値のある1勝と言えるんじゃないでしょうか。はい、この勝利でさらに勢いがつきそうです。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この後京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対広島東洋カープの2回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで来るとどこまで連勝記録が伸びるのか楽しみですよね。いや本当に強いですね。まあ1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の床田。どんな投球をしてくれるんでしょうか。さあバッターはヒース。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。真ん中打ちました。三塁ファールフライ。ボールになります。
ウトコース変化球が決まってストライク。ワンボールツーストライクです。打ちました。痛烈な打球伸びていく。どうだ。そのままスタンドに入りました。先制ホームランです。タイガース、これで4試合連続のホームラン。追い込まれてからの変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。タイガース1点を先制しました。1対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。いきなりの先制パンチ、先制点を奪いました。バッターは2番に入っている松永。前回のゲームではなんとホームラン4本を含む5安打の大活躍でした。いやー当たってましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。タイガース見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。これはどうか。取った。一塁送球します。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー一塁です。3番バッターバース、昨日のゲームはホームランを含む5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。西川抑えてワンアウト。バッターは4番掛布。昨日のゲームでホームラン2本を含む4安打を記録しています。いや当たってましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ワンアウトになっています。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。2球目打ちました。ここはフライになっています。キャッチャーが構えます。取ってツーアウトです。打席には5番バッター石峰。昨日のゲームではホームランを含む5安打の大活躍でした。しっかり勝利に貢献しましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。タイガースこの回先制となるホームランが出ています。ランナー動いてきませんね。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。セーフ、盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。いや本当足早いですからね。これでワンヒットで点が入りますね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。はい、ファールグラウンドへのフライです。取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガース先手を取るソロホームランが出ました。バッターのオマリー、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。打ちました。ライトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。ライト掴んでワンアウト。バッターは7番に入っている真由美。昨日はホームランを含む4安打を記録しています。打撃好調でしたよね。はい、初球打ち、レフトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。レフト掴んでツーアウト。8番バッター和田、前回のゲームではホームランを含む4安打を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。さあ今日もバッティングは初球打ち、ここはフライになっています。田中が掴んで3アウトです。西さん、早い回に先制したということでバッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね攻撃的になりますからね、どんどんまだまだ打つと思いますよ。では引っ張った、取りました。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。最初は変化球できました。
ところに決めましたね。はい、変化球が決まっています。今のはよく我慢しましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。打ちました。ショートが前に来る。ショート取った。アウト。ここは送球が間に合っています。打席には2番バッター松永。さっきはしぶとい内野安打でしたよね。ええ、やはり足が速いと言うんですよね。本当にそうですね。2アウトランナーありません。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。さあ一塁に同点のランナーを許しています。バッターは菊池。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。ええ、さあ仕掛けてくるでしょうか。一塁はセーフ。バントしました。取りました。一塁へ。アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。ファウルボールです。ストライク。すぐに追い込みました。空振り三振。ここは投げ勝ちました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。ランナーは変わらず二塁です。さあそしてバッターボックスには鈴木が入っています。まあタイガースバッテリーとしては十分に警戒したいバッターですよね。さあ2アウトながらまだピンチは出していません。まあここをもう一踏ん張りしてリードを守ってこの回終わりたいですよ。このピンチ空振り三振に切って取りました。アウト。3アウトです。ピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。連続三振で同点のピンチをしのぎました。うまく緩急つけてきましたよね。同点のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。タイガース4回裏の攻撃になります。バース、バッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。2球目打ちました。この打球はフライになっています。トコダが抑えています。ワンアウト。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。引っ張った。弾き返した打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライト掴んで2アウト。バッターボックスには5番石峰。先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトになっています。この回のタイガース打線ですが、たった3球で2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃない。打ちました。高いバウンド。ショート前に来る。一塁送球。これで8試合連続安打。2アウトランナー一塁。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。バッターは6番オマリー。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野。初球打ち、スタンド一直線、入った。ホームラン。ツーランホームラン。これで8試合連続のホームラン。初球でした。強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース3対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。試合はすでに中盤戦、ここで点差が開いています。打席には7番バッター真由美。タイガースホームランで追加点を挙げています。初球ボール。真ん中見送ってストライク。打ちました。弾き返した打球はレフトへ。ここはフライになっています。長野が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。打席には6番バッター相澤。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。引っ張った。この打球はフライになっています。これは平凡なレフトフライ。レフトが取りました。ワンアウトです。打順は7番ピレラ。
先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトになっています。2球目は何で来るか。非常にブレーキが効いたボールです。インコースまっすぐ。さあ次の投球で注文通りのゲッツーに仕留められるんでしょうか。打ちました。セカンド取った。2塁アウト。1塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ここをゲッツーで切り抜けたのは良かったですよね。ランナー出ましたがカープ西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですがいかがでしょう。そうですね、この辺でもう一押し欲しいですよね。いわゆる中押しというところになる。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあ点差を広げたい場面、1塁にランナーを出しています。そして打席にはピッチャーという場面です。まあ普通に考えると送りバントの方が確実ですが、盗塁という手もありますね。はい、そうです。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。これでアウトを増やさずにチャンスに持っていきましたね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。そうですね。三遊間抜ける、ホームに送球、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。いいコースですが外れています。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。なるほど、そうですか。打ちました。センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。4対0タイガース、なおも3塁2塁のチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。この追加点は理想的にことが運んだと言ってもいいでしょう。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。まあいい場面でいいバッターですから非常に期待が持てると思いますね。初球打ち、大きな打球になった。レフト入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これで4試合連続のホームラン。初球でした。前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。追加点が入りました。タイガース7対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いや手応えあったんじゃないですかね。この追加点は相手にダメージを与えたことでしょう。打順は3番バース。タイガースホームランで得点を挙げています。アウトコース決まってストライク、これが2球目。これは一塁側のスタンドに入ります。低めボール、外れていきます。スリーボールツーストライク。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーをバッターボックスには4番掛布。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。打ちました、いい打球だ。ライトが下がっていく、頭上、ライト見送った。ツーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。
初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りましたタイガース、9対0。フォアボールの後の初球を狙っていきましたね。はい、ここは当然という交代でしょうか。カープピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手のジョンソン。さあマウンドに上がったのはジョンソン、今シーズン5試合目の登板です。昨日に続いてマウンドに上がります。